はい、ということで、水着ベリアルに混合3個突っ込んで4突作っちゃいました。水着ベリアルは無突でも問題なし派が多く、私自身もそっち派なのですが、今回4突するに至った経緯を話していこうと思います。まずは、水着ベリアルの性能を確認しておきましょう。サブ効果でカウンターが付与され、主に短期手動編成でダメージを伸ばす手段に使われますが、これは無突でも4突でも性能は変わりません。また、もう一つのサブ効果として非ダメ上昇があり、無突では2000も上昇してしまいますが、4突にすると500上昇に抑えることができます。しかし、普通に使う場合は、非ダメ2000上昇でも正直全然問題ありませんでした。結局、4突の恩恵が小さく、ステータスが上がる程度なので、混合を使って突る優先度は低いと一般的に考えられており、私も同じ考えだったので今まで突っていませんでした。一方で、今回突った理由は、被ダメ2000上昇が無視できなくなってしまったからです。使用機会は風子戦場での肉集めであり、私は現状バレグリム槍を使った肉集め編成を使う予定です。詳細な編成は後日動画にしますが、バレグリム槍は、ターン終了時 HP80% 以上の時4回の多段アビダメが発動し、これが発動するのを前提とした肉集め編成を組みました。しかし、特殊技の10回多段攻撃を受けて HP80% 以上をキープするのは、無突の水着ベリアルではかなり条件が厳しく、4回以上ダメージを受けると下回ってしまいました。じゃあ水着ベリアルなしの編成組めばよくね、となりますが、被ダメ上昇が弱体効果扱いのためカッツェリーラ逆位置による攻撃力アップが発動し、それがないと2200万にそもそも届かないので、水着ベリアルは必須となります。こういう事情があったので水着ベリアルを4突するに至りました。その他の理由としては、水着ベリアル4突のステータスが単純に高く、しかも全属性の編成に入ってくるので、突っても絶対に損はしないだろうという考えもありました。特に、風排水レスラー編成では他新人用の HP を確保する必要がありますが、私の編成では微妙に足りていなかったので、水着ベリアル4突によって解決しました。また、召喚効果に関して、無突時は強化効果がランダムに2個付与でしたが、4突にするとランダムに4個付与されるようになります。付与されうる効果は、攻撃 30% アップ、防御 30% アップ、追撃 15%、クリティカル率アップ、DA 率 100% アップ、TA 確定の6個からランダムに選ばれ、TA 確定だけ1ターンで、その他は3ターンです。全属性で開幕召喚可能であり、特に3ターンにわたる追撃が強く、上振れ狙いの編成で使われていることもあります。しかし、無突だと追撃が引ける確率は低く、やはり4突にして初めて実用的になるのかなと思います。現状使用頻度はそこまで高くないですが、選択肢が増えることも4突した要因の一つです。ということで、今回は、水着ベリアルを4突したという動画でした。最初の方に言いましたが、水着ベリアルは無突でも効果を発揮してくれるので無突でも十分なことが多く、全属性で使えるとはいえ、混合の優先度は比較的低めです。YouTube 等の情報を鵜呑みにするのではなく、自分でよく考えてから使いましょう。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは、